都心に広がる雲海を見ることができる御岳山。今回は春から晩夏にかけての御岳山を紹介いたします。ケーブルカーだと約6分、歩いて登ると約1時間かかります。駅を降りるとレトロなリフトで大展望台へ行けるけど、リフトは土日だけ運行してるから、リフトが動いてない時は富士峰県の脇から妖精が出てきそうな蓮華生馬の森を抜けていくことになるんだって。晴れの日はなかなかの見晴らしポイント。そして大展望台からさらに登ると産屋支社が見えてきます。少しだけ社にまつわるお話を聞いてみましょう。こちらが産屋支社と申しまして、安産の神様、子授けの神様、縁結びの神様、また健康長寿の神様がいらっしゃるお社になっております。この花桜姫の御事という神様、いらっしゃいまして、こちらはあの富士山 の神様でいらっしゃるんですけれども、ここがもともと富士峰という名前で呼ばれていた、まあ、御岳山の中でも、ちょっと小高い丘のようなという場所でございまして、こちらが、まあ、富士山に見立てて、もともとこちらのお社を建てたんではないかなと、考えられております。創建は源頼朝公と言われて、伝わっておりますけれども、1100年代ぐらいに経って、今に至るというふうに、聞いております。また、今はあまりなくなってしまったんですけれども、山桜が大変多くあった場所と言われておりまして、富士峰千本桜なんていう名所としてですね、江戸時代の記録なんかには残っているというような、そんな場所でございます。お授けヒノキのあのコブを触ってお願い事するっていうふうに、もともとはあの木の股のところに刺さってて、それをあの持って帰ってお守りにして、で子供を授かった、で、あの生まれました安産でしたってなったら、その小銭に持って帰ってきてまた戻すっていう、もともとそういう言われがあったという。まあそのままなんですけど、最近あのやっぱり安産関係ないわとか、あの子授けもういらないわとかいう方が多いんで、子授けだったらなんかこうアイデアを授かれるように、物を形にするときに難産じゃなくて安産で世に出せるように、そういう話をして。右奥の夫婦杉は、夫婦は手をつないで通ると福が来て、シングルの方は、女性は男杉に触れながら通るとご縁があり、男性は女杉に触れながら通るとご縁があるそうです。一面の山桜、見てみたかったな。産屋支社から神社へ行くには、ビジターセンターへ抜ける登山道を歩きます。ケーブルカーの駅を出て左へ行くと、神社へ続く参道へ。ビジターセンターを過ぎたところにある片柳荘では、無人販売を行っていることがあり、ワンちゃん用クッキーが売ってることも。
揚げパン実食。あ、ワンちゃん。お犬様信仰の神社だからワンちゃんも一緒に行けていいね。それにしてもきつい登り。ふう、一休み一休み。あ、いい香り。なんだろう。ヒノキ細工だ。そして樹齢約1000年の天然記念物、神代ケヤキ。千年もの間御嶽を見守ってきたなんてロマンを感じますね。お、帰りにお土産買っちゃおう。まだまだ登りが続くぞ。神社に続く参道では四季折々さまざまな動植物に出会えます。そうそう、階段には天の尺が3匹いて、その上を踏むと邪気が払われるらしいですよ。へえ、じゃあいっぱい踏まなきゃ。ここまで来れば神社まであと少し。頑張っていこう。頑張るぞ。ところで御嶽山山頂ってどこにあるのか知ってる？いや、知らないな。神社の左の方へ入っていくと大口真神社の横に山頂標識が。本当だ、見逃してた。さらに進むと奥宮養廃所、奥に見える山に小舟社、さらに登ると奥の院があります。小舟社は大和猛の幼名だそうですよ。へえ、パワーを授かれそうだね。ちょっと下に戻って、ここは滝本駅から見える鳥居の前。この鳥居は二の鳥居だそうで、一の鳥居は旧参道に残ってて沢井の方にあるんですって。知る人ぞ知る一の鳥居だね。この鳥居は1810年に寄進され、当時は現在地の上の旧道に建てられていたけど、明治19年新道開通とともにここに移されたんだって。ここは旧御嶽村の入り口で、昔は参拝者でにぎわっていて茶店も出ていた時代もあったそうだよ。ロマンあふれる旧街道物語、これは行ってみたくなるね。ここはロックガーデン手前にある七夜の滝。滝行体験してる時ありますよね。滝横の階段をどん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 登っていくと、天狗岩。雨の日は滑るので気をつけて。おや、ここはどこだ？ここはロックガーデンの散歩道。マイナスイオンあふれる沢沿いの道が続きます。お、何の花だろう。季節でいろいろな花が咲くから
どんな花が咲いてるかはビジターセンターで聞いてから行くといいかも。なるほど、ビジターセンターで聞くといろいろと教えてもらえるんだね。探しながら歩くのが宝探しみたいで楽しい。おっと、別の滝に来た。ここは綾広の滝。ここでオールリンであることがあるみたいよ。へえ、会いに行ってみたいね。場所は変わって、ここは上高岩山展望台。これから大竹山に向かうよ。おお。ここは大竹山に向かう途中にある大竹神社。ここまで来れば山頂まであと少し。着いた。見晴らし最高。富士山も見えるね。天狗はこんな感じで見てるのかな。そういえば大竹山に向かう途中に天狗の腰掛け杉っていう大木があるね。天狗座ってるのかな。おる、あの右の上の隅にいるお方じゃ。そして御岳に来たら立ち寄りたい山の一つ、日の出山。おお、日の出がよく見えそうだ。日の出山の方にも鳥居があるんだ。この参道は表参道という話もあるみたいだよ。あれ、あそこになんかいる。あ、なんていう動物だっけ。カモシカだ。御岳のお子さんが手を振ってる。また来るね。またね。ねえ、御岳に雪が積もったって。